く、じゃあ早速お友達の紹介いきましょうか。はい、今日はねシェリンに並ぶぐらいちょっと仲良しのね あの人をちょっと呼びたいなと。もしもし。はい、ベロンさんの大親友フレイン・ルスタリオです。あ、どうもどうもフレンさん。親友来てくれたわ。親友最近仲良さそうですね。いやもうバッチリよ。さっき親友になったとは思えないぐらいですね。もう本当に、うん、さっきから大親友ということでね。もうズブズブよ。いやそうですよ、もう朝から通話してますもんね、いつもね。朝から寝る時まで、うん、寝てる間も。ああそれはすごい。ズブズブなんで、はい、寝落ちもちもちズブズブって言うとなんか聞こえ悪いですけどね。あ、そう、今日ね、虹ヌーンに見た、みんなデロンさんがゲストで出てたんですけど、そうデロンさんと大親友のね。なんかリプラン見たらさ、え、そうだったのみたいなこと言ってる人いて、めちゃくちゃ笑っちゃったんだよね、私。知られたのみたいな人いて、めちゃくちゃ笑っちゃった。せやで、せやね、私デロンさん大親友だから、やっぱりね、うん、寝落ちもちもちするから。そう、ズブズブだから。で、寝落ちもちもちって何？あ、寝落ちもしもしを眠いときはなんかもちもちみたいになるから、寝落ちもちもちって言ってるってこと。めっちゃおもろいな。おお、やっと目覚めた。きちゃー。私あのデロンさんとは寝落ち通話する仲なので。だ、誰？でか巨人。殺されるぞ。最近デロンさんと二人でさ、ゲームする夢見たんだよね。こっち来て座りって言われて一緒にゲームする夢見た。なんでだろう、まあ、寝落ちもちもちする大親友だから正夢かも。ポーカー大会に参加させていただきます。私のね、卓がね、フミ様、ラン姉ちゃん、デロンさん、私、マイモトさん、クレアさん。え、なんか平和そう。平和かな。平和ではないか。いや、そんなことないよね。寝落ちもちもちする仲だから、私とデロンさんは。そんなことないよね、さすがに。私とデロンさんは寝落ち通話する仲だから、さすがに大丈夫なはず。うん、マブだからね、ズブズブの関係だから。多分大丈夫。ミスジミミポ、フレンさんと樋口楓さんって普段仲いいですか？読まなきゃよかったね。そうですね、寝落ちもちもちするぐらいの中ではありますけれども、全然、なんだろう、なんでデロンさん出てきたんだろう、急に。明日、デロンさんの枠でですね、3D カラオケ大会をいたしますので、見に来ていただけたら嬉しいなと。デロンさんはね、やっぱ寝落ちもちもちするぐらいの親友なので、仲良く、やっぱね、仲良く。あ、デロンさんいる。今日も夜、一緒に通話しましょうね、デロンさん。ということで本日もありがとうございます。時間は時間空けてるから、デロンさん、こんなちょっとみんなの前で言わないでくださいよ、恥ずかしいですって。ちょっとすいません、ちょっと見なかったことにしてください。ちょっとデロンさんのこういう顔を知ってるのは私だけでいいので、はい。ということで本日はこれぐらいで終わろうと思います。明日20時からよろしくお願いいたします。